885系白いカモメに乗って博多から長崎まで向かいます。2022年9月23日の西九州新幹線開業によって博多から長崎までは博多武雄温泉間を在来線の特急リレーカモメ、武雄温泉から長崎までは西九州新幹線カモメを乗り継いで長崎に向かうことになります。そのため博多から長崎を結ぶ在来線特急かもめは姿を消すことになります。今回は885系で運行される通称白いかもめに乗車します。乗車するのはグリーン車です。まもなく博多駅を出発します。特急かもめ91号長崎行きです。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。博多を出ますと、次は二日市に停まります。後ろ寄りと2号車、3号車、4号車、自由席は5号車、6号車です。車内は乗降口付近やトイレを含め、すべて禁煙です。次は深市、深市です。深市の次はトスに止まります。日頃から新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みにご協力くださいましてありがとうございます。列車内では引き続きマスクの着用をお願いします。また車内での会話や座席を向かい合わせにしてのご利用を控えていただくなど周囲のお客様へのご配慮をお願いします。なおこの列車は空調装置により空気の入れ替えを行っています。私たち一人一人ができる対策を心がけ、安心して生活ができるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。This train is Akamane Limited Express, bound for Nagasaki. We will be stopping at Mitsukanichi, Tosu, Shintosu, Saga, Hizen Yamaguchi, Hizen Kashima, Isahaya, Urakami, and Nagasaki.Cars number 5 and number 6 are for passengers without reservations. Please do not smoke on this train. The next station is Mitsukanichi. After leaving Mitsukanichi, we will stop at Tosu. ここで885系グリーン車の車内を紹介します。荷物棚はハットラック式で蓋がついています。
座席は独立した一人掛けが横に3席、それが4列。テーブルがありますが、開いても小さいです。下にはコンセントがあります。座席は革張りです。リクライニングはこのレバーで操作します。しかし使い方がいまいちよくわかりません。列車は最初の停車駅二日市を過ぎて、まもなく鳥栖に到着します。鳥栖から長崎本線に入ります。この列車は特急かもめ91号長崎行きです。次は新富士です。新富士の次は佐賀に止まります。 This train is a Kamome Limited Express bound for Nagasaki. The next station is Shintoku. After leaving Shintoku, we will stop at Saga.九州新幹線との乗り換え駅、新鳥栖に到着です。非常ブレーキが導入されると、このように前面のガラスが白くなります。そしてブレーキが解除されると透明になります。新鳥栖を出て列車は佐賀に到着します。国鉄佐賀線の廃線跡が見えます。佐賀線は佐賀から鹿児島本線の瀬高を結んでいた路線で、1987年3月28日に廃止されました。
降り口の左側です。岩の下に開くのと足元にご注意ください。この肥前山口駅は長崎本線と佐世保線に分かれる駅です。2022年9月23日のダイヤ改正で肥前山口駅から江北駅に駅名が変わりました。向こうに見える車両は415系、通称白電。2022年9月23日のダイヤ改正で引退しました。肥前鹿島を出て列車は肥前浜駅を通過中です。2022年9月23日のダイヤ改正以降、この肥前浜駅から諫早までの区間が肥前鹿となりました。今すれ違った車両は2つ星4047、2022年9月23日から走り始めた観光列車です。列車は有明海沿いを走ります。
乗り換えのご案内をいたします。快速の長崎行きは12時37分2番乗り場、中央方面普通列車の長崎行きは12時53分同じく2番乗り場、列車は間もなく諫早に到着します。大村線、島原鉄道、そして2022年9月23日に開業した西九州新幹線との乗り換え駅です。もちろんこの時点では西九州新幹線は開通はしていません。これが西九州新幹線の高架橋です。列車は喜々津駅を通過中です。この駅で明治時代開業の飛電化のルート9線長与経由と、この特急かもめが通る電化されている長崎トンネルを通る新線一ぬの経由と分かれます。列車は宇都津川駅を通過中です。この駅を通過すると全長6173メートルの長崎トンネルを通ります。長いトンネルを抜けるとそこは長崎市内、次の停車駅浦上駅はもうすぐです。路面電車の線路が並走します。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。降りの際は車内にお忘れ物をなさいませんよう、荷物棚、座席の周りなどをもう一度確かめください。
また切符の取り忘れがないよう座席の前のミニポケットをご利用のお客様は特にご注意ください。終点の長崎に着きます。九州新幹線の高架橋が見えてきました。奥の新幹線ホームに車両が停車しています。